こんにちは、スピリチュアリストののりです。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日は縄文回帰について話そうと思います。縄文回帰については、今スピリチュアルな世界でも、いろんな方が話されていると思うんですけども、本当に2020年はコロちゃんから始まって、最初はウイルスの大流行ということに、焦点が当たってただけだったのが、次第に、世界の経済活動が止まることによって、もう経済とか金融の混乱ですね。で、さらには、去年の年末には、大統領選挙のことでも、いろんなことがあって、世界は混沌とした状態が依然続いているわけなんですけども、で、私は、ちょうどコロちゃんが騒がれ始めた、2020年の春頃に、もう資本主義のシステムが持たないから、これからこのシステムが大きく変わっていくんだなってことをもう感じて、それを周りの一部の親しい人だけには話したりもしてたんですね。でも当時はみんなもうとにかくウイルスのことで頭やられちゃってるから、もう何バカなこと言ってんのって、バカにされただけだったんですけども、でもさすがにもう今となっては資本主義というシステムが持続不可能なんだってことは、もうほとんどの人がなんとなく気づいてると思うんですね。で、今大統領がバイデンのおじいちゃんになって、Qアノンとか信じてた方は落ち込んでるみたいなんですけども、ただこうやって考えてほしいんですよ。この間の大統領選挙とかもそうですけども、別に旧来の利権を握っていた方々、ディープステートとか軍産複合体とかいろんな言われ方してるんですけども、そっちが戦いに勝ったってことじゃないんですよ。そうじゃなくて、旧来の利権を握っていた方と、あとはトランプさんのような新興勢力ですね。で、この二手の上にいる方々は同じだってことなんです。で、これから世界がどういうふうになっていくのかっていうのは、大まかな道筋は決まってるんだって言えるんですね。で、これは星読みの観点ですね。占星術の観点から言ってもそうですし、あと私が調べたところの、世界情勢についていろいろ話されている方の話を聞いても、そうなんだって言えるんですよ。で、このことを以前からコメント欄にはちらちらと書いてたんですけども、じゃあそれに対して、DS サイドとトランプサイド、この上にいる人って誰なの？それって宇宙人なの？って聞いてきた方もいたんですけども、それは私にはちょっとわからないんです。で、もしかしたら頂点にいるのは、よく都市伝説で言われているような、レプティリアンというトカゲの宇宙人がいるかもしれないんですけども、でもそんなことって検証のしようがないですし、これからいくらどんどんと情報開示があると言っても、この部分は絶対に出てこないと私は思うんですね。で、いつも伝えているのは、この社会システムっていうのは、ピラミッド構造になってるんだよって話してるんですけども、で、階層がいくつにも分かれてるみたいなんですね。で、国のトップといえど、せいぜいもう上から4番目とか5番目とか6番目とか、これぐらいの位置づけなんですよ。で、今までは、最下層で起きている出来事がテレビのニュースとかでチラチラと出てきただけだったのが、最近はその一段上で起きていることもチラチラと情報が出てくるようになってきたんですね。例えばバチカンでも少し前からなんか小児性愛がどうのこうのとか、そういう情報が明るみに出てきたんですよね。あと少し前にオランダとかフランスとか、あとはいろんな国で内閣のこの総辞職が同時に起きたりとか、首相がなんか辞めたりとか、あとはアマゾンの会長が辞めたりとか、アリババの会長が行方不明ですとか、なんかこういういろんなことが今同時に起きてるんですよ。
でこういうことって言い方を変えれば実にエキサイティングなんですよ。で今まさに明治維新が起きようとしているって、まあこんな感じなんですよね、私からすれば。でこんな感じに今世界で起きていることを、まあ私は俯瞰しながら、まあだらだら生きてるんですけども、でまあこういった世界の状況を見れば、もう今までの社会システムはもう持続不可能なんだな、だからいろいろと誰かが行方不明になったりとか、内閣がみんな辞めたりとか、そういうことが今同時に起きているんだなってことはわかると思うんですよ。でもう資本主義とか金融を中心とした社会システムはもう持続不可能なんですね。もう無理なんです。でそろそろオワコンだからもう終わらせた方がいいんですよね。じゃあここで今後私たちはどういう世界を作っていくのが理想なのかなっていうと、まあ縄文時代のような横の社会にするしかないと私は思うんですよ。でまあ今までは簡単に言うと縦の社会だったんです。でこれを横にするんですね。ではこの縄文時代ってどんな社会だったんだろうって想像してみると、これもなかなか情報が出てきづらいんですけども、まず言えるのがゆったりとしたスローな社会なのかなってのは、ここは間違いないと思うんですよね。まず縄文時代の人って、例えば人よりも抜きんでるために努力をするとか、そういう概念なんてそもそも持っていなかったはずなんですよ。あとよく言われてるのは、所有の概念がなかったってことが言われてるんですね。だから土地を所有してその土地に対して価値を紐付けするっていう概念も持っていなかったみたいなんですよ。まあ、あと、血縁に対する概念というのもここも重要で、そもそもなんで血縁というものを私たちは重要視しているのかっていうと、ここの根源をたどっていくと、土地とかのこの財産とか価値を血縁に引き継ぐため、まあ譲渡するためなんですね。で、そのためには誰が誰の子供なのかってことを明確にしておく必要があるんですよ。だからそのために結婚という制度を設けることによって、この子は私の子供ですという、そういう証拠作りのために結婚という制度を設けて、で、まあ、カトリックなんかだと浮気をもうすごく禁止したりする、まあ、そういう価値観がこれまで導入されてきたんですね。つまり、所有の概念と結婚の制度っていうのは、うまいこと紐づいてるんですよ。でも縄文的な考えではこういうものも結婚に関しても所有をするという概念に関してもおそらくなかっただろうって言われてるんです。でまあ今時代がこう変わりつつあるんですけども、例えばもう若い子なんかだと特にそうなんですけども、車を所有するとかこういうことって興味がないじゃないですか。で私なんかはもうおっさん世代なんで、まあ今でも高級車とかスポーツカーとか好きなんですけども、でも若い子は そもそもそこに興味がないんですよね。もう周り見渡せばわかると思うんですけども、大きな不動産を所有しているのも高級車を所有しているのも全部もう旧人類のおっさんとかおじいちゃんなんですよね。で若い子はもうすでに物質的な価値観からは卒業しちゃってる子が多くて、これが新しい時代の価値観なんです。でも今は所有よりもシェアリングなんですよね。まあ車でもカーシェアリングとかもう普通にみんなやってると思うんですけども、時代がこういうふうに変わってきたんです。まああとは血縁に関する価値観についてもこれからはもっと軽くなっていくんだろうなって私は思ってます。だから結婚というものについてももっと自由になっていくんだろうなって私はまあ勝手に思ってるんですね。結婚制度自体がなくなるとは思わないんですけども、もっと軽く考えるように、まあ、つまりは昔みたいにもう一度結婚をしたら離婚をするのは恥だみたいな、
何々家の恥だとか、こういう価値観はまあなくなるだろうなって思ってるんです。まあというかもう今でもなくなってるんですけどね。あとよく聞かれるのは、お金というシステムがなくなる社会は来るんでしょうかってことをまあよく聞かれるんですけども、まあこれはあくまでも私の考えなんですけども、お金というシステムが全部なくなるっていう社会はまだそんなあと10年とか20年では来ないと思うんですね。まあただとは言っても今後数年でとりあえずこの金融システムの仕組みは大きく変わると思ってます。でそれによってお金というものに対してのこのみんなの比重の置き方が非常に軽くなっていくだろうなとは予想してるんですよ。簡単に言うと、隣の旦那が年収1000万でうちが500万だとしても、それでうー悔しいって思うのが古い時代のお金に対する価値観なんです。でも新しい時代になってこの新しいお金の価値観が浸透してくると、それが何か、もう人は人だしそんなん関係ねえよってこうやって思えるのが新しい時代の価値観なんですね。でこれがお金に対するその比重の置き方が軽くなっていくというふうに私は、予想をしています。まああとは、縄文回帰っていうとなんか原始時代に戻るのって考えちゃう方もいるみたいなんですけども、全然そういうことじゃないんですよね。でテクノロジーに関してはむしろもうこれからどんどん新しい技術も出てくるでしょうし、もう限りなく便利で快適な社会が待っていると思ってるんです。まああとよく言われるのは情報開示ですね。まあ情報開示の中にはもちろんテクノロジーの開示もあると思うんですよ。で今までは世の中に出していいテクノロジーとこれは出しちゃいけないなっていうテクノロジーがもう意図的に選別されていたってだけなんです。で出しちゃいけないテクノロジーっていうのは要は特定の方々の利益にならないから、そういうテクノロジーは出すのはやめておこうねって、まあそういう取り決めがあったってことなんですよ。で、こういったこともありつつ、まあでも一番大事なのは、やっぱり一人一人の考え方を変えていくことだと思うんですね。で、一人一人が考え方を変えて、まあつまり、価値観を変えていくことが、それがそのまま新しい社会として形になっていくんです。例えば、ちょっと想像してほしいんですけども、今、みんなが一斉に仕事をする時間をもう半分にしますとか、4分の1にしますとか言って、みんなで一気にダラダラとした生活に移行したとしたら、それで、何か問題起きると思いますかってことなんですよ。で、私はそうなっても何も問題は起きないと思うんですよね。だって今なんかだと結局必要のないものをみんなで必死に生産して、でそれをどうやったら売れるかなってもうみんなで必死に考えてってことを、こんなことをみんな一生懸命やってるんですよ。まあ、分かりやすいのは食べ物にしてもコンビニの弁当なんて半分は売れずに捨てられてるっていうんですよね。でこういう無駄をわざとやってるんです。つまり私たちは意図的に忙しくさせられてるんですよ。で意図的に上に上がらなければならないとか成功しなければならないと思わされてるんです。ただ世の中にはまあ稀ですけども、何の努力もせずに上に上がれる人とか成功できちゃう人がまあ少数ですけどもいるんですよね。でそんな人は全然いいんですけども、でもほとんどの人は上に上がれないんです。つまり最初から競争で負けるような仕組みになってるんですよ。でピラミッド社会の上に行くってことは、ピラミッドの形ってこの上に行くほど三角形が細くなっているから、だから上に行くほど面積が狭いんですよ。だから私は成功するんだとか、今のままじゃダメだからもっとすごい何者かになるんだってこうやって思っているということは、すなわち狭い面積の限られた椅子取りゲームに参加しているってことに違いがないんです。
まあ、つまりは限られたパイを奪い合っている状態で、もうそうやって思ってる時点で競争の渦の中に入っちゃってるんですよ。だから私は何者かになんてならなくていいんだよって話をもう繰り返しお伝えしてるんですね。で、この物質的な現世的な成功なんてものは、まあお金とか地位とか名誉とかそういうものですよ。で、こんなものをもう求めなくていいんです。で、ここを目指しているうちは一部の方しか幸せになれないんですよ。だから縄文的な価値観をみんなが取り入れていくのが大事じゃないのって思ってるんですね。まあ、隣の家の旦那がうちの旦那より給料が高いとか、そういうことで悲願だり妬んだりするんじゃなくて、そういった差に対して、ふーん、あ、そうなんだ、人は人だしねって、こうやって思うことが大事なんです。だから、これからの時代のその縄文的な人付き合いのコツをお話ししますと、これがまた今までの感覚とはだいぶ変わってくると思うんですね。まあ、といっても、一言で言うと、相手を尊重していれば、それで OK なんですけども、で、相手を尊重していれば、相手が何をしようと、人は人、自分は自分って思えるようになるんです。で、その結果どうなるのかっていうと、多分、もうすごくさっぱりした人間関係になると思うんですね。要は、相手に依存もしなければ、変な期待とかもしなくていいんですよ。ただ、まあそうは言っても、もちろん必要な時は、もう愛を持って助け合うこともすればいいですし、何かに一緒に取り組むことも、そういうこともすればいいんですけども、でもそうじゃない時は、別に四六時中一緒にいる必要とかないですし、ベタベタとした付き合いなんて、もうする必要ないんですね。で、これが相手を尊重した人付き合いなんです。もちろん人間関係に上下の関係なんてのも作らなくていいんですよ。まあとは言っても形式上は会社の役職とかはまあついてくるとは思うんですけども、例えば上の人の言うことを下の人が聞かなければならないとか、そういう体制はもう古い時代のやり方なんですね。もうできるだけフラットな感じで、なおかつ相手を尊重して、なおかつ依存もしないで、ましてや相手をコントロールしようなんて思うのはもうこれ全然ダメなんですよね。もう全然古いやり方なんですよ。だからまあこれから縄文回帰ということでテーマで考えると、人間関係はこんな感じになっていくと思うんですね。で、あとは、宗教に関することもちょっと喋りますと、これは私も以前もは全然間違えてたんですけども、まあ、例えば神道に関する認識もこれから変わっていくのかなって思うんですね。で、よく古神道とか復古神道とか、あと国家神道で、神道にはまあいろいろあるっていうじゃないですか。で、国家神道というのは、要は明治維新以降に作られた、まあ、考え方というか体制なんですよね。つまり天皇を頂点に置くことによって、で天皇は神様だからっていう、まあ、こういう考え方なんですよ。で、まあ、こういう話はあんまりするとちょっと怒る人がいるからぼやっとしか話しませんけども、まあ雨の御中主という神様も、要は神話として作られたってだけなんですよね。で、さらに言うと、じゃあ古神道が本来の日本の昔からあるこういう自然崇拝的なアミニズム的な考え方なのかっていうと、これもどうやら違うみたいなんですよ。で、まあ古神道自体が江戸時代の学者さんによって後から定義付けされたものなんですね。ってことは、この本当の日本の神道とか、このアミニズムですね、まあ自然崇拝ってこの何なんだろうねっていろんな疑問も出てきちゃうんですけども、ただここでお伝えしたいのは、縄文時代の人はおそらく宗教なんてものは一切持っていなかっただろうということです。ということで、
宗教に関する認識もまあいろいろ今後変わっていくだろうってことは、つまりこれまでの日本の天皇制の位置づけについても今後は変わっていくだろうなっていう、まあそういう予想なんですよね。で、まあ、海外の場合だと、もうバチカンの位置づけってもう結構今でも変わっちゃってるんですよね。で、あんな感じで日本でもこれからもういろんなことが起きてくるだろうなって考えると、本当にこのタイミングのこの時代に生まれたこの私たちっていうのは、もうすごい時代の転換期を目にすることになるんだってことなんですよ。で、こういうことを意識してもらうと、なんか私なんかは逆に、こういうエンターテイメントをなんか楽しめちゃうたちなんですけども、まあ皆さんもできたら、これから何が起きようと、全部楽しいことに変換して、エンターテインメントとして見てもらった方が、その方が自分の波動も下がることはないですし、まあ上機嫌を維持できると思うんで、まあその方が私はいいと思っております。というわけで今日の話はなんかぼかして話したんで、なんか何言ってるのかよくわからなかったかもしれないんですけども、最後に皆さんのコメントというか質問を紹介してから終わろうと思いますと。ハッピコさん、地球全体の魂が進化して人類がみんな死とは肉体を離れ魂が元いた場所へ帰ることだということを理解する日は来るのでしょうかという質問をいただきました。はい、ありがとうございます。理解するってよりも科学的に分かってくるんじゃないかなっていうのが、まあ私の考えです。まあ、あとは、魂というものに対する認識も今多分私が話していることもこれも正解じゃないと思うんですよ。で、科学的な見解でいろんなことが分かってくるってことは、当然今の時代、まあ今の私の頭では理解できないようなことが分かってくるってことなんで、だからまあ今の時点ですと、私はやっぱりその魂というものはもう情報データのような感じで捉えてるんですね。で、この捉え方も多分間違ってると思うんですよ。で、新しいことがどんどん科学的に分かっているくるってことはそういうことなんです。古い価値観をどんどんとひっくり返して新しいことが分かってくるということは、もうその新しい時代の人にしか理解できないような概念が生まれてくるってことなんです。ただそうは言ってもここだけは確実に言えるなっていうのは、死んでも終わりじゃないよってこと、ここは確実に、まああと50年かかるか100年かかるか分かりませんけども、分かってくるんじゃないかなと思っております。前田ひとみさん、のり先生はじめまして。動画を聞いていると地球という星のキラキラした存在に思いを馳せることができ安心します。私はいつも今日もしかしたら人生最後かもしれない、だから最善を尽くそうと心がけて生きています。その反動で一日の終わりにぐったりしたり、翌日やる気が湧かなくなる時などがあります。力を入れすぎてしまうせいなのだと、リラックスするように気持ちを持っていきたいのですが、なかなかバランスが取れません。心のバランスを保つ何かいいアドバイスをいただけるとありがたいです、という質問をいただきました。はい、ありがとうございます。ですね、非常に、素晴らしい心がけだとは思うんですけども、ただもうちょっと先の一歩進んだ考え方をお伝えしますと、そもそも心のバランスを保つことが本当に自分にとって大切なのかってことも考えてほしいんですよ。ぐったりとした日があるから逆に絶好調の日が味わえるんですよ。仮に毎日毎日ずっと絶好調の日が続いたらどうなると思います？多分飽きますよ。で、感謝を忘れちゃうんですよ。だからこれは病気になった時も同じように考えてほしいんですけども、病気になると健康な状態のありがたさがもう本当に心から感謝ができるようになるんです。だからそれと同じで、
ぐったりした日があってもいいんじゃないのって思ってみてください。で、ぐったりした日があって、なおかつ調子がいい日もあって、全部ひっくるめて、このままでいいんだって感じに自分を肯定してみると、きっとうまくいくんじゃないかなと思います。というわけで今日は、この辺で終わろうと思います。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。スピリチュアリストの野木でした。Thank you.